10月4日から10日間開催される第17回釜山国際映画祭。いつの間にか韓国を飛び越え、アジア最大の映画祭として定着しました。 NSP 通信は今回、イ・ヨンガン執行委員長にお会いし、お話をお伺いしました。釜山国際映画祭의자랑한가지만얘기하라면당연히관객입니다좀이게어떤분은너무과장된거아니냐이렇게말씀하시지만자신있게말씀드리는데요세계제1의1등관객이라고생각을합니다올해차별화된것은이영화의전당이라는것을저희들이어떻게내집처럼이제활용할수있느냐라는부분에서올해사실은본격적인영화전당의시대가됐고그것을이제우리것으로만들어서관객들에게즐거움을선사하고말씀드린대로영화보는재미그리고긍지를느낄수있는것을저희들이올해만드는게목표이기때문에그것이성공한다면올해보다는이제한 2, 3년걸릴거라고는보지만그런것들이이제전세계어느영화제와도다른1년짜리영화제가되는10일이아니라이제그런영화제로발돋움할수있는것이저희들의목표이기때문에그게곧특성하고차별화가되지않을까생각합니다이제더발전하기위해서는두가지가있다고생각하는데요크게모아서하나는지금까지우리가17년동안급성장을해왔기때문에일종의성장을통할수있다는점빨리이것을극복해서아주내실이있는알찬영화제로이제거듭나면서터닝포인트되는지점이바로지금여기에있는영화의전당이거든요이것은세계영화제역사상유례가없는기념비적인작품이기때문에이영화의전당을그야말로국내외관객들에게또일반시민들에게1년내내영화를즐길수있는명소로서가져간다면그자체가페스티벌보다도더큰이제시장이자명소로서그리고부산시민의자긍심이되는그런이제영화제로아마뻗어나갈수있지않을까생각을합니다釜山国際映画祭、イ・ヨンガン執行委員長にお会いしました。アジアを超え、世界最高の映画祭を目指し、多くの人々がたゆまる努力を続けています。今回の釜山国際映画祭は、釜山の都市ブランド世界化と、映像文化産業中心都市完成への最後の一歩として、期待が集められています。NSP 通信、金城若菜でした。